沖縄の歌姫、ベギンが寝台、大会物語5のイメージソングを提供、沖縄出身の人気歌手。ベギンの新作楽曲が、人気パチキ、大会物語5のイメージソングに起用されることが決定した。ベギンのエモーショナルで美しい歌声は、大会物語5の華やかで幻想的な世界観を彩る。のに最適なものだとして選定。寝台の人気上昇に大きく貢献すると期待されている。ベギン、沖縄出身の歌姫として楽曲提供を重ね、数多くのアーティストからも注目を集めている。エモーショナルな歌声と叙情的な楽曲が特徴で、一部の楽曲がカラオケの人気曲の常連にランク。インするほどの知名度を持っている。作詞から歌唱に至るまでに自身の個性を発揮した楽曲作りをしていることが高い評価につながっている。今回提供される楽曲は、寝台、大会物語5の世界観を色濃く反映したものとされている。華やかで幻想的な雰囲気を作るため、きらめく桜と星空をイメージした美しくエモーショナルな、メロディーに仕上がっているという。寝台の特徴を最大限に表現したイメージソングが誕生したと期待を高めている。寝台の人気上昇と話題性を高めるために起用された人気歌手、ベギンによるイメージソング。楽曲と寝台の世界観が共鳴し合うことで、遊戯を一層楽しく盛り上げる効果があると見込まれて、寝台、大会物語5の人気急上昇に拍車をかけることになるだろう。寝台と人気歌手のコラボレーションによって注目を集めることに成功したと言える。ベギンの新作楽曲が、大会物語5のイメージソングに起用されたニュースに対し、遊戯。業界や音楽ファンからも驚きと期待の声が上がっている。打ち出した企画の走行を占う結果となったと思われる。寝台の話題性をブーストするための効果抜群の集客策だったと評価する向きが多いようだ。皆様の寝台、大会物語5とイメージソングに関する感想を YouTube のコメント欄にてを聞かせいただけると幸いだ。沖縄出身歌手、ベギンが選んだ寝台、大会物語5のイメージソングに対する意見。ホールの雰囲気に合っている。寝台の世界観を表現している。楽曲のクオリティが高い。ベギンの歌唱力に期待できる。人気上昇につながるだろう。集客のための効果抜群の企画。寝台を盛り上げる。遊戯力をそそる効果。遊戯中に BGM としてぴったり。華やかなメロディーが印象的。コラボ企画に驚いた。ベギンの起用は意外性がある。イメージが合っていないのでは。寝台の世界観を表現できていない。ベギンの知名度は過小評価。全国的な人気があるアーティスト。他の人気歌手の方がふさわしい。先生に疑問を抱く意見も。イメージソングにする必要があるのか。実際に効果があるのか定かではない。大々的に食わされすぎでは。イメージのみに注目が集まっている。歌詞やメロディーが浮いている。寝台の特徴を表現できていない。期待値が高まる一方で、疑問も多い。全体として評価が分かれそうな予感がする。寝台、大会物語5のイメージソングに選定された、ベギンの楽曲。遊戯業界だけでなく音楽ファンからも注目を集めているコラボ企画だが、選定に疑問を抱く意見や、実際の効果に疑問を呈する声もあり、評価が分かれると見られている。期待を裏切らない効果を生み出せるかが焦点となっている。沖縄出身人気歌姫、ベギンが選んだ寝台、大会物語5のイメージソングが公開、収益化の秘密とは、人気パチ寝台、大会物語5のイメージソングに選定された、ベギンの新曲が話題を集めている。楽曲は寝台の世界観を色濃く反映し、華やかで幻想的な感覚を演出。寝台の人気上昇と集客力強化を狙った斬新なプロモーション企画だ。イメージソングの効果を最大限に引き出すため、ホールでは寝台の遊戯中に曲が流れる。華やかなメロディーと、ベギンのエモーショナルな歌声が印象的な演出となっており、遊戯。意欲を煽り寝台の盛り上がりに拍車をかける。寝台の特徴を表現することで、来場者の記憶に刻み込まれる効果も期待できる。YouTube ではイメージソングのフルバージョンが公開。視聴回数を増やしクリエイターの収益化を狙えるコンテンツとなっている。
人気歌手の楽曲を盛り込んだことで音楽ファンからの注目も集めており、関連する他の動画。コンテンツとの相乗効果でさらなる視聴を獲得できるメリットがある。新代の人気と話題性を上げることを目的に制作されたイメージソング。遊戯ホールでの演出は新代の訴求力を高め、YouTube では音楽ファンや関連コンテンツを通じ、プロモーションと収益化を狙っている。コラボレーションという手法を駆使した集客とビジネス拡大の斬新な試みだと言える。新代、大会物語後のイメージソングに関する皆様からのご感想や評価を YouTube のコメント欄にいただければ幸いだ。新代と人気歌手のコラボレーションがどのような効果を生み出しているのか、皆様のご意見は大変参考になると考えるからだ。新たな展開についての要望などもお聞かせいただきたい。ベギンの新曲が選ばれたことによる効果や収益化の手法についてのご意見も合わせていただければありがたい。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録も。